たいみたいな。皆さんこんにちは。こんにちは。はい、ありがとうございます。今日も暑い中お集まりいただきましてありがとうございます。さっきなんか32度、3度、今日朝僕はあの朝8時から来てるんですけどね、8時に自転車、珍しく自転車で来たんですけども、来た時点で汗だくになってましたので、ね、あの皆さん帽子をかぶったり、ね、うちはあの仰いでもらってますけれども、ショーを見てる最中もね、水分補給したり、熱中症対策お願いしますということでね、今からのコーナーはですね、マスコットミーションということで、今日もあの方が来てくれておりますので、早速登場してもらおうと思います。知ってますよね、誰かね。まずはこの方呼んでみたいと思います。タイガースのトラッキー、どうぞ。はい、トラッキーです。はい、トラッキーどうぞ。トラッキー、言われてますけど、出ない言われてちょっと喋ってもいいですよ。いや、ここマイクの調子悪いでしょ。調子悪くはない。スピーカーの調子悪いですよ、名古屋ドームね。本当になんかトラッキー言うて手振られてますね。おはよう、出てきてせっかくなんで今日はあのタイガースのね、村山さんも一緒にやってもらいましょう。え気楽に行きましょう。はい、それではですね、今日はね、トラッキーとドアラ社のコーロンがね、順番に対決していきますので、皆さんしばらくね、ご考えいただきたいと思います。まずはドラゴンズ、シャオロン登場です。どうぞ。すんごい打ち合わせ全くしないんで村山さん喋りにくいと思うんですけど、適当にちょいだいで。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、ということで、まずシャオロンはですね、持ってきましたけど、けん玉でね、トラッキーと対決してみたいと思いますけども、いつもやってますが、たったの1回きりです、ね、成功しても失敗しても1回しか勝負できません。集中してどっちからいきますか。遠慮し、2人とも遠慮してますね、これ。どうしましょう。じゃあ松下さんが。あ、僕から、はい、じゃあ僕1回目。いいですか。いきますよ。よいしょ、よいしょ。うまい、うまい、ありがとうございます。うまい、振るとこ間違うと。あか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 。まあそれは当然そうなりますよね。人生お前、ぶっちゃくちゃ。しまるよ、タイガースが見したらよとね。不器用だけで生きとんのにお前。大丈夫大丈夫、はい、じゃあ行きます。はい、はい、おお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 お2日続けてヒット3、2日で6本145キロ超えたら打てません。もうね、タイガースファンも結構いますけどね。さあ、まずはシャオロンからいってみたいと思います。シャオロン一発目で1回勝負ですよ。どうぞ。ドロロ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 ドン。この間よりはちょっと惜しかったけど、まあまあ、チャンスタイム、チャンス、トラッキーチャンスタイム。さあ、頑張れ。一発でバシッと決めてもらっていいですよ。ラッキー頑張れ。しろ、どこに入れようとしたの。一番難しいところやろうとしますけど、いいですよね。ハードル上げるな。決めてください。どうぞ。惜しい。惜しいけど、いや自分でハードル上げたやんか今ね。まあ残念です。一回勝負なんで、これもうルールですから。ということで、シャオロンとドラッキーは引き分けです。はい、はい、シャオロンありがとうございます。はい、ありがとうございます。そんな汗かくほど頑張っている。ね、まあそんなもんでしょう。では続いて2回戦、パオロンの登場です。どうぞパオロンお願いします。はい、パオロンさんですね。パオロンバット持ってきましたけど、今日あのこれ見たことない人も違うよね、競技が違うよね、違うね。ここでですね、さっきちょっとね、トラッキーさんにも一回見てもらったんですけど、ボールをセットします。するとポーンとボールが浮き上がりますね。これをバットで打ってもらって、ここのライン越えれば、転がってでもライナーでもフライでも何でもいいです、はい、全部ホームランとなりますね。じゃあどっちから先やりますか。パオロンからでいいの。はい、じゃあパオロンさん、はい、あれ、左ますか、右、こっち、どうしたいの。
だよね。左でいいの、左でいいの今日は。あ、これドラッキーにチャンスを与えてくれてるかもしれないですね。じゃあドラッキーさんもよく見といてください。まずじゃあ1球目いきたいと思います。いきますよ、1球目。まあこんなもんですね、こんなもんです。じゃあ2球目いってみたいと思います。いきましょう。いける、バットにとにかく当たって惜しい、惜しい、惜しい、いや惜しい。え、最後、最後3球目当たりません、全然当たりません。三振ね、惜しいと言いながら三振でした。さあ続いてドラッキーさん、ドラッキーは自信満々なの。いやお前左なの。ドラッキー普段右ですよね。普段右やと思いますね。あ、右、右。あ、じゃあ行きましょう。昨日ね、スピード、なんかスピードガンコンテスト88キロ、はい、たったちょうど微妙な、ね、微妙な、ね、なんか2000本安打の福留さんに合わせた言うて88キロ言うて、一生懸命言い訳だけしとるんですよで 今日も出んねやんな。今日も出ますね。今日も出させてもらう。今日何キロ。88。さっき言うてたことちゃう、違うみたいな。さっき100超えたら、あ、今日100キロ超えたら飯奢ってくれる。そう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 。100キロ超えなかったらドラッキーに奢ってもらうっていう約束です。ということは俺どっちになっても俺は食えるってことやろ明日。さあ頑張ろ う、さあ頑張ろう。まあいいでしょう。まあまあドラッキーじゃあ行ってみたいと思います。さあそれじゃあ行きましょう。まずドラッキー、あ、ちょっと待って、壊れた、あれ壊れたかも。あ、よかった。1球目です。来た、惜しい、当たってな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 い。さあ2球目行ってみたいと思います。行きましょう。2球目、惜しい、惜しいけど当たってない。いやお前パオより多分間空いてるじゃあ最後行きましょう。さあパオ、パオすっごいけどね。あのな、ちょっと待って、ちょっと待って、それな、今、はい、キスしたやんか、バット。うちのチーム一番できへんことやんか、それ。お前そこ失敗するからうち勝ててないねやんか、まあ、と言いながらね、ルール上、まあ、バットに当たって転がって超えれば1点ですから、今のはトラッキーの勝利です。はい、ということでね、バットもらいましたね。はい、ということでパオロさんありがとうございました。じゃあ、ね、次やるってパオバンドですね。バンド覚えといてくださいバンドね、ね、はい、じゃあ最後、じゃあドアラお願いします。いや、ちゃんとベース開けとけよ、コリジョンからね、確かに。じゃあ3人、あの3人じゃない、2人、村山さんも入っちゃった。2人です、ごめんなさい。2人はルービックキューブでね、対決してもらおうと思いますが、今から制限時間ちょっと2分計りましょう。2分の間に1面揃えた方が勝ちです。もし2分以内で先に揃っちゃったらそっちが勝ちになりますからね、アピールしてください。トラッキーまだですよ、まだですよ。いや、トラッキー、あの塊回したかって一面できへんからな。今ぐる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 塊回しとるけどね。いや、そない人でもできへんね。さあ行ってみたいと思う。さっきね、あのタイガースファンの音響さんなんですけどね、あの2分で揃いました、6面、すごいですよ。じゃあ代わりに代わりに、はい、代打なし、代打なし、代打なし。さあ行ってみたいと思います。それでは制限時間2分です。用意スタート。もう座ってても立ってても何でもいいですね。お客さんはこの地味なゲームをじーっと見てるだけですから、ね、一面ですよ。な、何を考えてるんですか。回してくださいね。回さないと念じてもなかなか揃いません。時間あるからまず拾ってくっつけるとこから始めよう。拾ってくっつけて、くっつけて。お前これ適当にくっつけられへんと思うね。なんか違うブロックの遊びみたいになってきましたけどね。まだ時間あります、まだ1分あります。まだ1分あるから大丈夫、まだ間に合う、まだ間に合う。そうそう、昔ね、6面揃えられなくてわざとバラバラにしてこうくっつけたりしてましたよね。そういう作戦ですね、ドラッキーさんね。
まだまだ50秒近くありますからね。頑張って。一面だけでいいんだから。これルービックキューブやで。ね、違う遊びになってますね、完全に。エゴブロックなと。お前、だんだん。あれ、全部。トロキなんかここにも1個まだ落ちてるよ、これ。全部崩してる。全部崩してますけど、あと30秒。30秒。30秒で元通り。1面です、1面。あ、30秒で元通りにしたら勝ちとか。そうそう、それでもいいですよ。さあ、残り20秒。さあ、ドアラさんどうでしょうか。真剣にやってますね。さあ15秒前、トラッキー頑張れ。さあ残り10秒前。どうできた。5秒前。4321、はい、それまで終了終了。さあそれではね、結果発表したいと思います。結果発表、ドアラさん、ドアラさん、今トラッキーのこういう状態になってますけど大丈夫でしょうか。じゃあまずトラッキーどうでしたか。こんな感じ、全然ダメでしたよね。元よりひどくなっちゃったよね、これね。はい、そんな感じですね。ということで結果残念。さあじゃあドアラ君決めてもらいましょう。ドアラの2分間どうだったんでしょうか。どうぞ。お、おお、すごい、すごい、揃ってます。さすが。いや、そのあすごい、素晴らしい。そのドヤ顔どうよそれ。バラバラにしたトラッキーとちょっと違いましたね。じゃあトラッキー、あの甲子園の土と一緒に、はい、負けたら、負けたらな、そうそうそう、ドラをそうして持って帰ろう。はい、ということでこの勝負はドラゴンズチームの勝利ということでね、また、この勝負今1対1になりましたんで、最高だ。いや、もうええで。はい、どんだけ一面で一面ですからね。すんごいドヤ顔ですね。まだやってますよ。ドアラスだ。はい、それじゃあシャオロンパオロンも登場してもらって、まだまだやる、まだやる、もういいかな、そろそろドアラスね。はい、まだやる、まだやる、もういいんじゃないかな。はい、さあそれでは最後ね、今1勝1敗で引き分けでしたので、お絵かきでちょっとね、一番上手な人を決めていきたいと思います。はい、じゃあまずパオロさん、まず自分で渡します。はい、トラッキーさん、はい、ちょっとお題はね、実はまだ全くみんなにも伝えておりません。どうした。あ、はい、すみません。はい、それでは、今日のお題ですね、あ、タイガースチーム2人ね、誰が一番上手にかけたか、優勝者が、ポイントになります。これ決着つけましょう。ドアラ・パオロン対トラッキー・村山さんのチームでね、シャオロさん、じゃあ審判でお願いしますね。はい、それでは、今日書いてもらうものは明日ね、スポンサーさんで ANA さんがね、カンブリスポンサーというのがね、ありますので、今から書いてもらうのは飛行機を書いてもらおうと思います。飛行機の絵見てみたいと思います。制限時間1分でいきましょう、はい、よーいスタート。お任せだよ、うんって。お任せだからね、頼むよ。俺実は美術1やってんやんか。大丈夫大丈夫、はい、無理やり、大丈夫です、書いてください、思い切って。大丈夫大丈夫、あ、早く書いてくださいね。お前それ無能心じゃん。アプリ、あれ、村山さん、ペンが、ペンないんですか。ありますよね、じゃあマイク持ってますよ。いえいえ、はい、はい、大丈夫です。もうトラッキーに託して、トラッキーに託します。はい、託しますか。はい、さあ、ドアラさん、パオロンさん書いておりますけどね、シャオロンもこれ完全に放棄した感じですね。ファンサービスに勤めておりますね、シャオロンさん。あー、飛行機の絵というと、やっぱりね、いろんな視点がありますからね、飛行機といってもね。あれ、もう1分経ちそうですけど、もうちょっと延長しましょう。あと30秒やりましょう、30秒。残り30秒です。あ、なるほどね、そっちね。そういうことですね。なるほど。はい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 。いやしかしね、やっぱりね、みんな個性が出ますね。いろんな視点がありますからね。さあ残り10秒前とします。よろしいでしょうか。5秒前。
4321はい、それまで終了。じゃあトラッキーさんペンをもらいましょうかね。はい、あれ村山さん完全に放棄しましたね。完全に放棄してます。トラッキーに全部任せる。はい、トラッキーに任せたと。じゃあパウロさんペンをもらいましょうね。はい、ドアラさんもそこまでですよ。じゃあ、結果をね見ていきたいと思います。一人ずつね発表したいと思います。まずじゃあパオロンさんから行ってみたいと思います。パオロンさん、じゃあもらおうかな。はい、パオロンが描いた飛行機の絵、皆さんあの誰が一番上手に描けた拍手で後ほど決めたいと思います。パオロンが描いた飛行機の絵こちら。おお、上手って言うんですね。上手って言われますね。うまいですね、パオロンさん。じゃあはい、じゃあトラッキーさん、今度はトラッキーさん行きましょうか。はい、トラッキーが描いた飛行機の絵こちら。それ紙飛行機や。紙飛行機ね、視点が違いますね。いや、グロシーじゃあちょっとせっかくなんでみんなに見せましょうか。なんでしょうこれ。あ、なんで下にサメおんの。サメじゃないです、飛行機。これはサメじゃなくて飛行機ですね。下にサメおんです。はい、じゃあトラッキーさんちょっと持ってもらって、じゃあ最後ドアライに発表してもらいましょう。ドアライが描いた飛行機の絵こちら。みんなね、見る視点が違いますよね。はい、じゃあちょっと、ね、これ座席。はい、あー、こういう感じですね。なるほど、ドアラが描いた飛行機の絵ね、見る視点がいろいろありますかね。じゃあ拍手で決めたいと思います。じゃあ今の中で一番上手だったと思うのがパオロンだと思う人、拍手。おー、結構多いですね。はい、ありがとうございます。じゃあ続いてトラッキーだと思う人。まあまあいい勝負ですかね。じゃあドアラだと思う人。これね、みんな引き分けですね。ここから聞いてると、みんな一緒に聞こえましたね。トラッキーさん、ちなみにこれリモコンかな。わかんない、全然わかんない。後で聞いておきましょう、ぐらいでね。わかりました。いや、これサメ、はい、これサメじゃない、これ飛行機です。まあまあ、そんなもんです。ということでね、まだやってますよ。まだ自分は得意げな顔してますけどね。はい、ということでね、お時間もやってまいりましたんで、今日もですね、ということで今の、まあ、勝負は引き分けということで、1勝1敗1引き分けということで、今日もねきっとあの白熱したいい試合が、見れるんじゃないかと思います。ドラゴンズファン、タイガースファン、一緒になって今日動物園盛り上げましょう。はい、ありがとうございます。ということで今日のゲスト、トラッキーと村山さんにも大きな拍手を。はい、すいません、ありがとうございました。はい、ドアラ賞のパーロンでした。ありがとうございます。じゃあトラッキー、今日ヒット4本かな。ヒット4本。5本いって、5本。5本って、それ負ける手や。5本では勝てんぞ。はい、じゃあトラッキーのスピガー100キロ目指してね。はい、すいません、ありがとうございました。トラッキー